最初の種目はチャチャチャです。この種目はソロ競技になっておりますので、一組ずつ踊ります。Now we start off by cha cha cha, solo performance. った6組によってまずソロ競技、最初の16小節を基本ステップだけで踊るということなんですね。そうですね。それから、ね、自分の、振り付けのグループに入っていくわけです。8番、二つ森司、鈴木緑組。この二つ森司組はですね、はい、兄弟でやってましてね、弟さんの方は徹君っていうんですけど、今日は弟さんも準決勝に入賞してましてね、はい、そしてこのお兄さん今年も英国行って、勉強してきたんですけど、はい、非常に表情が良くなりましたね。足元もしっかりしてきましたしね、はい、大変インプルーブしてます。でこうしてベーシックでもね、いろいろこの手の振りとか、それから回転のタイミングをね、早くしたりしますとね、非常に回転がシャープになって歯切れ良くなりますんでね、はい、ベーシックやってもちょっとバリエーションやってるんじゃないかなっていうふうに見えるわけですね、はい。21番大竹達郎鈴木貴子組。先ほどお話の大竹達郎鈴木貴子組なんですけれども、いきなりこの決勝に進出という。そうですね、はい、初めての決勝進出でね、本人も驚いてるんじゃないかと思いますけど、気持ちが非常にね、ハッピーで、またこの非常に気象がしっかりして帰ってきましたね、はいはい。表情がいいですね。そうですね、今までですとね、はい、どちらかというとちょっと男性の方が目立ちすぎっていう傾向だったんですけど、今回は女性が非常にね、前面に出てるっていう感じですね、はい。男性の方が少し抑え気味に踊るようになりましたんでね、その点は非常に進歩しましたね。ちょっと体がしなやかで、今のチャンピオンのドニー・バーンズにちょっと似てるような感じもしますけどもね。そうですね、非常にね、個性的ですね、踊りが、はい。ドニー・バーンズ組はですね、非常に強いバネを持ってますので、はい、この大竹組も、そういう強いバネをね、効かした踊りをするようになると、ますますこう先が楽しみですね。桑原さよこ組。皆さんおなじみの桑原組です。はい、桑原組はもう玉置組のもう次のね、チャンピオンを嘱望されている選手ですね、はい。今年はですね、ちょっと全英選手権で不振だったんですね。まあ踊りをちょっと変えようとしているところもあるんでしょうけれども、はい、やはりこういう基本のステップでも、ボディスピードを失わないように、はい、そしてまた重心を低くしてバランスのコントロールに気をつけるということですね、重心が高いとどうしてもバランス崩しますのでね。今みたいにちょっとなりますね。やはり長い選手生活の中でちょっと調子を落とした時というのは、選手は本当に苦労するんでしょうね。そうですね、やはり踊り方をちょっと変えてみようかなっていう時に、やはりね、そういうミスが出ることありますね。決勝に残った6組のうち2組が外国勢なんですけれども、アメリカ組ですね、メラニーメレ、トニー・メレディス、メラニー・ラパティン組。今までですとね、アメリカの選手 の踊り方というのは非常に振り付けが派手で、また踊り方もかなりオーバーだったんですけれど、この選手はちょっと英国人のような感じで、まあ、英国で勉強してるんですけどね、踊り方は非常にオーソドックスですね、はい。そしてチャチャのこの特徴ですけれども、歩幅を非常に小さくするわけですね、はい。そうするとウェイトの乗りが非常に速くて、またコントロールがよく効くわけですね。いいバランスしてますね、非常に。アメリカではどの辺の、もう当然これぐらい踊りますとナンバーワンですよね。非常にスタイルのいいスマートな踊りをしますね、はい。日本選手にとっては脅威ですね。そうですね、非常にいい踊りしてますね、予選の時から、はい。96マーティン・アリソン・ラム。
からのマーティン・ラム・アリソン・ラム組です。はい、この選手は、昨年までアマチュアの全英選手権とそして、世界選手権のナンバーワンですね、はい、チャンピオンでした。それで今年プロに転向しまして、はい、5月のね、あの全英選手権で大竹組と全く同じあのポジションですね、はい、準決勝に入賞しまして、はい、今回この海外でのね、この大きなイベントでは初めてじゃないですか。ですからこの最初の種目の移管によっては彼らのね踊りがこれからどういう踊りをするか非常に楽しみですね。ちょっと衣装ですね、あの黒と黄色でいいんですけれども、あの女性の黄色の方に少し黒が入ってるとね、ちょっとマッチした感じがもっと出るんじゃないかと思います。そうなんですか、はい、あの毛塚さんからご覧になるとちょっとアマチュア の、の限り、そうですね、名残がある感じ、僕の斜め目から見るとちょっとやっぱアマチュアっぽさが少し残ってる感じがしますね、はい、ね、役2番玉置智弘、玉置ひよこ組。さあ、玉置組の踊りはいかがでしょうか。はい、玉置組はもうベテランですね、国内の代表委員会ではほとんど優勝してますけど、世界選手権ももう、今年で7回ぐらいですか、日本の代表として出てますね、今年の全英選手権ですけど、やはり あまり芳しい成績が残せなかったので、はい、そして大竹組の方がね準決勝入ってしまったということもありますのでね、その辺がどういうようなプレッシャーがあるかちょっと今日予選から見ましてね、少しね思い切りが足りないような気がしないでもないですけど、はい、非常にいいコスチューム着てますね、はい、非常にマッチしてますね。女性は生き生きとしてますね。非常にキュートなチャーミングな感じ。そうですね、ラテンの場合は非常に女子っていうのはね、重要ですね、はい、役割が重要です。